ビックリカートに所属した。翌2004から05シーズン以降は、ミネソタティンバーウルブズ、アシュビルアルティチュード、パナシナイコスビーシー、イエダバスケイ、フェイエットビルペイトリオッツ、デトロイトピストンズ、コロラドフォーティナーズ、ニュージーランドブレイカーズ、エンベベイルドビックスバーク、バケーロスデワイマンに所属した。2011年をオフに来日し、日本プロバスケットボールリーグの京都ハンナリーズと、 契約。BJ リーグ2011から12シーズンは50試合に出場、レギュラーシーズン1試合平均13.6得点、10.7リバウンドを記録。シーズン終了後に、京都を対団した後、BJ リーグ2012から13シーズン開幕後の10月29日、大阪エベッサにシーズン途中入団。十七試合に出場し、二点七得点十0 7 リバウンドを記録した。シーズン終了をもって大阪を退団した後は、ウェリントン・セインツを経て、2013年9月に NBL の和歌山トライアンズと契約し、2013から14、レギュラーシーズン全54試合に出場し、15.1得点、10.8リバウンドを記録し、ウェスタンカンファレンス1位に貢献。チームは最終的に準優勝した。 2014年6月、千葉ジェッツに移籍。NBL 終了となる2015から16シーズンまで所属した後、2016年5月、千葉を契約満了となり、その後新リーグ B リーグの自由交渉選手リストへと公示された。2016年8月29日、B リーグ2部のサイバーダイン、茨城ロボッツへの入団が同じ外国籍選手であるローガン・スタッツ。 ジャーフロー、ラー会と共に発表された。ありがとうございます。